どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、東海北陸ブロックの静岡、愛知、岐阜、三重、石川、富山の2020年度、問い111から問い120までの過去問について解説をしていきたいと思いますので、過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしております。ぜひぜひご利用いただきたいと思います。それでは、早速始めていきましょう。問い111番です。医薬品 PL センターに関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。A、B は正解。そして C なんですけど、医薬品または医療機器に関する苦情についてとありますが、これ医療機器じゃなく医薬部外品になります。はい。ということで、ちょっとここに書かせていただきました。医薬品 PL センターというのは、まずは、日本製薬団体連合会。これは B のとこに書いてありますよね。で、その連合会が、製造物責任法の施行と同時に、解説をしたものになるんですけど、そして気をつけていただきたいのは、医薬品、それから医薬部外品ですね。医薬品と医薬部外品に関する苦情について受け付けておりますので、なので、化粧品とか、あとはここに書いてある、医療機器などについては受け付けておりませんので、そのあたり十分に気をつけておきましょう。はい。そして D なんですけど、消費者の代理人として裁判を迅速に終了させることを目的にとありますけど、これ違います。要は裁判による解決を導くのではなく、裁判によらない解決を、目的にしておりますので、裁判ね、なるべくやらないようにしていくっていうところが目的です。なので裁判時間かかっちゃって、お金もかかってたりしますので、なるべくそうじゃなくてみんな仲良くやっていこうよというようなことを目的としておりますので、D は誤り。ということで、答えは1番の A と B が正解となりました。では次行きましょう。問い52番です。52番ですね。問い112番です。ごめんなさいね。一般用医薬品の適正使用のための、啓発活動に関する記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは、こちらも1番が正解となります。A、B、C、大丈夫でしょうか？ダメ絶対とか、薬と健康の習慣、ダメ絶対は1ヶ月間ですよね。薬と健康の習慣って言ってますので、1週間ですよね。それぞれ何月何日から何日までというところまで重要となりますので、しっかりと確認しておきましょう。はい、そして D なんですけど、青少年ではということで、薬物乱用の危険性に関する知識、理解が必ずしも不十分とは言えません。興味本位で使ってしまうこともあります。そして最後、社会的な弊害を生じる恐れは小さい。いや、そんなことありません。小さくありませんので、そういったところもですね、青少年のうちからしっかりとですね、教育をしていきましょう。理解をしてもらいましょうというところになりますので、D はこれ、社会的な弊害を生じることがありますので、D は、ごめんなさい、D は誤りとなります。小さくありませんのでね。はい。ということで、答えは1番が正解となりました。では次行きましょう。問い113番です。独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されている情報のうち、誤っているものはどれでしょうかということで、誤っているのは2番となります。登録販売者の名簿、これは記載されておりませんので、ここはですね、誤っている内容となります。他は記載されておりますので、記載というか掲載されておりますのでね、確認しておきましょう。はい。ということで、次行きましょう。問い114番です。プソイドエフェドリンを、含有する一般用医薬品の添付文書のしてはいけないことの項目に、次のしては使用しないこととして記載されることとされているものに関する記述の整合について、正しい組み合わせはどれかということで、はい、これ、ややこしいですね。特に、このプソイドエフェドリンはですね、他のアドレナリン作動成分と比べて気をつけなくちゃいけないことがたくさんありますので、しっかりと確認していただきたいなと思います。はい、ということで、まず、答えからいきますと、問い114番は1番が正解となりましたね。はい。A は正解ですね。肝臓でグリコーゲンを分解して血糖値を上昇させる働きがあるので、糖尿病の診断を受けた人とかっていうことで服用しないでくださいね、というものが書いてあったりします。はい。それから B です。妊娠期間の延長などなどの、恐れがあるため、出産予定日12週以内の妊婦
は、服用しないこととされているということがありますが、これ誤りですね。何かというと、この、出産予定日12週以内の妊婦さんとかで該当するものは、例えばアスピリンとか、あとはイブプロフェンとか、こういったものが該当してきますので、ここのところ出血傾向を悪化しちゃったりとか、そういうことがありますので、なのでこれはプソイドエフェドリンの関する内容とはございません。なので B は誤りですね。そして C、 外国において大症候群との発症との関連性が示唆されているため、15歳未満の小児は服用しないこととなっているんですけど、大症候群は、これプソイドエフェドリンは関係ございません。大症候群が該当するようなものとしては、サリチル酸系のもの、サリチル酸系のものですね。サリチル酸系の解熱鎮痛薬ですよね。解熱剤にちょっとさせていただきますね。解熱鎮痛剤がこの来症候群の方に入ってきますので、ここのところ十分に気をつけておきましょう。はい、大丈夫でしょうか。はい、ということで、ここ C は誤り、それから D は正解となりますので、前立腺関係のところですね。はい、ということで、答えは1番が正解となりました。大丈夫でしょうか。はい、では次行きましょう。問い115番です。1から5で示されている、漢方処方製剤のうち、鬱血性心不全の副作用が現れることがあるため、添付文書のしてはいけないことの項目に、症状があるときのみ服用に留めて連用しないことと記載されているものはどれでしょうかということで、はい、こちら答えは5番となります。芍薬甘草湯ですね。芍薬甘草湯っていうのは、芍薬ってこう痛みとかを止めたりするのに使ったりしますよね。で、あとは婦人薬のところで使ったりもしますけど、芍薬甘草湯っていうのは、これあれですよね、こむら返り、足がつったりするときとかに、使ったりするものだったんですけど、むやみに乱用しちゃったりとかしますと、やはり、よくありませんので、なので、症状があるときのみということで、足がつる前から使っていこうとか、そういうことは使っちゃありませんので、足がつったときとかね、やむを得ない理由とかで使っていきましょうということになりますので、5番が正解となります。はい、では次行きましょう。問い116番です。一般用医薬品の添付文書の使用上の注意及びその理由に関する記述の整合について、正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。 A、B は誤り、 C、D は正解ですね。 A はビサコジルが配合された遮蔽薬はということで、ですね、流産、早産を誘発する恐れがあるので、妊婦さんとかを服用しないでくださいね、とありますけど、これ、ビサコジルじゃないですよね。これは、ヒマシ油。小腸刺激性の遮蔽成分が、ここ、該当してきますよね。はい。なので、これ、誤りとなります。大丈夫でしょうか。はい。ということで、A はビサコジルじゃなくてヒマシ油に関する内容でしたね。それから B ですけど、小生流糖が配合された風邪薬はインターフェロン製剤との相互作用によって間質性肺炎とありますけど、これはですね、小生流糖じゃなくてこちらですよね、小細胞糖でしたよね。小細胞糖っていうのは風邪の後期に使っていて、特にこう吐き気とかがある時に使っていくようなのが小細胞糖でしたので、これが、インターフェロン製剤、医療用のお薬ですけど、インターフェロン製剤との相互作用によって間質性肺炎を起こしやすくなるのでということで、相談することという内容に入っておりますので、 B は誤りとなります。はい、ということで、次行きましょう。 C と D は正解なので、答えは3番が正解となりました。では次行きましょう。117番です。一般用医薬品の添付文書の相談することの項目に、次の診断を受けた人として記載することとされている基礎疾患と主な成分、薬効群などとの関係について、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解です。いやー、難しいですね。これ、ちょっと難しいと思います。うん。まず A なんですけど、肝臓病なんですけど、肝臓病は、ジプロフィリン。
ちょっと違いますね。肝臓病と出てきたら、これもね、難しいですよね。結構該当するのいろいろあるんですよ。あるので、ちょっとぜひ、第5章の手引きの別表とかを見ていただくといいんですけど、じゃあどんなのがあるかというと、例えばアスピリンとか。アスピリン、解熱鎮痛薬のアスピリンとかですね、がありますし、あとは、例えばサントニンとか、あれですよ、駆虫薬に出てくるやつでしたね。はい、ということで、そういうものもが該当、などですね、他にもいろいろありますので、などとさせていただきます。というものが該当してきますし、そしてジブロフィリンに関しては、これはあれですよね、キサンチン系のものでした。ジブロフィリンは、例えば、転換だったり、あとは、甲状腺機能亢進症だったりとか、そういった疾患を持っているような方とかが、このところに該当してきますので、A は誤りとなります。はい、それから B なんですけど、甲状腺疾患というところで、ですね、牙術末とか、あと、そういったものなんですけど、この牙術末とか、先ほどの、あれですよ、この肝臓病とか、これも該当してきますので、なので違うんですよ。じゃあ、この B の甲状腺疾患とかどういうものがあるかというと、例えば、ヨウ素を含む製剤ですね。その中での、例えば、含爽薬とか、うがい薬とか、そういうものが該当してきますので、なので、B は誤りとなります。そして C と D は正解なので、4番が正解となりました。はい、では、次に行きましょう。では次、118番です。一般用薬品の添付文書の使用上の注意に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。まず A は正解、トラヌキサム3大部でしょうか、血栓症を起こす恐れがある人とか相談することということで、これ A は正解となります。それから B、ジヒドロコデンなんですけど、腸の急激な動きに刺激されて、流産、早産を誘発する恐れがありますよということで、こちら、ジヒドロコデンに関しては、胎児への移行が、考えられますので、なので、急激に刺激されてというところが誤りとなります。胎児に移行していきますので、妊婦さんとかね、気をつけなくちゃいけないものになりますので、B は誤りですね。はい、そして C は正解。プソイドアフタリも、これもモノアミン酸化酵素阻害剤のセレギリン、これも医療のお薬になっちゃいますけど、このような内容もありますので気をつけておいてくださいね。はい、そして、D なんですけど、D は硫酸ナトリウムが配合された、射下薬は肝臓でグリコーゲンを分解して血糖値を上昇させる作用があるので、糖尿病の診断を受けた人は相談することというところで、これ硫酸ナトリウムは、なんですかね、心臓病とか、とかが該当してくるんですよ。心臓病とか。だから、これちょっと違います。で、この内容の、書いてある内容に関してはですね、何が該当するかというと、例えば、鼻炎性点鼻薬だったりとか、そういうものだったり、あとは、アドレナリン作動成分のいろんなものがありますので、そういったところが該当してきますので、D は誤りとなります。大丈夫でしょうか。いやー、難しいですよね。次行きましょう。問119番です。次の疾患などのうち、イブプロフェンを主な成分とする一般用薬品の添付文書の相談することの項目に、次の診断を受けた人として記載することとされているものの正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。C と D は正解ですけど、A と B がこれ誤りなんですよ。なので、これもですね、ぜひ、イブプロフェンとかに関するところですね、もう一回これ第5章の別表のところで確認しておいていただきたいなと思います。はい、ということで答えは4番が正解となりました。では次、最後ですね、120番です。医薬品の安全対策に関する記述のうち、括弧内及び軸の正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。はい、特にこれはですね、大丈夫でしょうか。第5章の最後のところに出てくるような内容となりますので、今まで売られた、お薬の中でですね、こういったいろんな事例がありました。特に今回はここはですね、アミノピリン、スルピリン、アミノピリン、スルピリンは第3章で出てきません。この第5章のここの部分でしか出てきませんので、これが解熱薬なんだなと、解熱鎮痛薬なんだなというところをですね、しっかりと確認しておいていただきたいと思いますし、特にアンプル入り風邪薬に関する内容なので、アンプル剤ってどんな形してるのかなとかっていうところもしっかりと確認しておいてほしいなと思います。試験には形とか出てきませんけど、
はい、ということでこの辺りもイメージ、することが大事となりますのでね。はい、ということで大丈夫でしょうか。はい、ということで、ここまでですね、120問終わりました。皆さんどうだったでしょうか。東海北陸ブロック、比較的全国的に見てもですね、そんなに多くは難しい問題はないと思います。なので、ぜひそのようなところではですね、ケアレスミスしたところ、あとはですね、間違えたところはしっかりとできるように復習をしておいていただきたいと思いますので、皆さんね、まだ時間ありますのでね、皆さん頑張っていきましょうね。頑張りましょうね。はい、ということで、動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひぜひLINE アットなどに登録していただきますと、質問などもお受けしたいと思っておりますので、ぜひぜひ、何かわかんないことあれば質問していただければと思います。はい、ということで本日も動画を見ていただきまして誠にありがとうございました。